こんばんみ、市村正樹です。とはいえ、まだ午前中の11時45分というお昼になろうとしている。まあまあまだ太陽がね、こう太陽の光がこっちの窓からこうこっちに少し光が当たってきているよっていう感じのところで、12月、冬ですね。冬っていうのはもう弦楽器奏者、まあアコギでもエレキでもどっちでも、まあ、弦楽器奏者にとって冬が最も気をつけないといけない季節で、人間としても鼻がものすごい乾くというか、部屋が湿度がすごく低くってカラッカラになっていくのが冬だから、それは人間の鼻の穴とか口とかね、まあまあ風邪の予防とかいうこともいろんなことも含めて、でギターもカラッカラになってしまう、乾いてしまう部屋にギター置きっぱなしっていうのが一番良くないんですよ。なのでこれまでもいろんな加湿器っていうのを買ってきました。まあまあ一番安くて入手しやすいっていうのはこういうね、これペットボトルを、まあ、ジュース飲み終わったペットボトル洗ってこいつ差し込んで、こうやってこいつで水吸って、こっからシュポシュポシュポッとこう湯気みたいな、ちょっとした加湿になるっていう、これ割とあっという間にペットボトルの水なくなるから、やっぱり加湿は必要なんだなってのがすごくわかるんですが、まあまあまあこれはね、会社勤めしてる人がちょっと隣の席の同僚にもこれ使っていいとか言いながら、こうちょっと自分の机周りみたいな感じでもあるんですけども、これ意外とこれ使っていくと周りがびっちょびちょになるっていうね。こっからシュポーって水が出てる割にはこの辺にその水が落ちて、書類がベトベトになるなんてことになりかねないので、一応気をつけてくださいと。まあお皿の上にのこう乗っけて使うとか、そうねって言ってるうちに僕はまあなんとなくあんまり使わなくはなってきましたけどもと。で次、自分の部屋では割とこれ使ってるんですけど、これビックスベポラップの喉のね、ここに塗って風邪を治すみたいな、その会社が作ってる加湿器で、本来はここにビップスデポラップのなんていうかな、ここに塗るやつじゃなくって青い液体みたいなものをここに入れて、発火みたいなそういうものを入れて、それでコンセント入れればポコ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 とあったかい蒸気が出るよ。まあまあある種沸騰させてるのに近い雰囲気かな、雰囲気で、それでここのビックスベポラップがちょっとずつこういって、でなんとなく喉や鼻にもちょっといいようなんだけれどもと。1日は持たないですからね、これ5、6時間で空っぽになるだっけな、確か。まあ6畳1間とか10畳ぐらいの部屋だったらこれでいけるよねっていう、でまあ運びやすいし、台所に行ってお水を入れるのも入れやすいしっていう大きさってことですね。だけども一応ここにビックスベポラップのその液体を塗るとオイルだから洗わないといけないわけですよ。とその洗うのがちょっとベトベトになってくから、こっちはベトベトにしたくないけど、ここだけベトベトになるから、だんだんそのオイル使わなくなっていきますとね。もう僕はここにノーオイル使ってません。でいい面悪い面っていうのは、こいつとまたちょっと比較してみるんだけども、こいつはアイリスオーヤマの縦型、こうやって上だけ持ってって水入れてこうやって蓋すると。でこっちの場合はコンセントぶっ刺してから、ここにちょっとしたメモリとスイッチがあるから、このメモリで強く弱いっていう強弱がつけられるっていうのがこっちの利点です。ですがこいつはそんなにあったかくはなりません。で本当は利点と欠点っていうわけじゃなくって、その人が使いたい用途の方式の選択っていう話なんですけども、こいつは夜寝るときに寝室とかにつけて一晩中こうポコ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 やっていくと、ちょっと暑い、暑すぎる、布団剥いじゃう、毛布剥いじゃう、でなんかこうね、行ってこいみたいな感じの、よくわかんない感じ、暑すぎる。でこいつは
あったかくはなんない。だから選べるってことですよね。ほいでこいつはあったかくなるから、そんなにっていうか、その程度問題としての長期間な期間だと思ってください。カビは生えにくい。まあほったらかしにしておくっていうか、まあこの冬が終わって来年ね、来年までしまっといて、ほいで出してきた時とかさ、ちょうど今ぐらいの時期なんだけど、こいつはカビにくい。でもまあまあまあ、洗えって言えばね、そうだな、まあ、どうだろう、2週間に1回ぐらいはちょっとぐらいちょっと洗ったりとか、この中のね、中の棒とかちょっと使い方とか、多少そういうことがあったり、しますと。で、こっちは熱くなんない。熱くなんないってことは、実はどっちかといえば、こっちの方がカビが生えやすい。まあまあ実際にそのこれ感覚で僕喋ってるんで、僕の一体験だから、僕の個人的な一感想に過ぎないんで、それがこれを買った人に全く全員に当てはまるかどうかは分かんないんで、好みなんで、商品を選ぶってことは好みですから。ということで、こいつは熱くなる、カビにくい、こいつは熱くなんない、ちょっとだけこうここの掃除まめにしないといけないねって感じ。ということで、今回は今年新しいものを購入しました。メーカー名はどれだかよくわかんない、モダンデコかなっていうメーカー名かな。 UV 除菌機能付きハイブリッド加湿器っていうのを買いました。こいつはまあまあこいつらよりちょっと高い、1万800円かな、税込みで、うん、まあまあ買えない感じではないし、本当にギター何本も持ってる人はこれぐらいのものを買ってて当たり前だとはちょっと思うんですよ僕は、うん、でこういうリモコンがついてて、でリモコンとここが同じ画面なんだけども、とりあえずボタンつけてみますね。今ねついてね、すぐにこうね出始めましたよね。はい、シュポシュポと湿気が出てきています。これが、まあ、風邪の予防にもなるしギターにもいいんだよって話で、今ここに数字出てると思うんですけど、ここに 41% って書いてあって、下に24度と今光が出ています。はい、これもちろん光はつけたり消したりできるんですけども、結構音するね今一応止めました。で、人間っていうのは部屋の中で生活するとして、その部屋の湿度を 50% から 60% ぐらいにしておくとベストって言われてます。木材を使用しているギターとかマンドリンとかウクレレとかベースとか、そういう楽器っていうのは 40% から 50% に保つといいって言われています。まあ基本的にはギターっていうのは人間が過ごしやすい湿度温度っていう場所に置いとくのがベストと言われてて、かといってものすごいね湿気帯びすぎても木材っていうのはもうあの曲がったりしなったりしちゃうっていうのもあって、ギターは40から 50%、 人間は 50% から 60% って言われてるから 50% 覚えやすいですよね。 50% っていう湿度を一番目指しておくのがいいんじゃないかと。で、それでもちろんね、生活の中で朝昼晩でいろいろ変わってくるし、まあ、根本的にこのリモコンとここに書いてあるボタンが全く同じ8個のボタンがあるんで、それはまあまあその文字見ればなんとなくわかるし、この説明書を読んでいくと、一応オンオフボタンが電源で、加湿量を3段階で決めるボタンと、タイマーっていうのがオフタイマー、12時間後に切るとか、そういう1時間おきの設定で、あと何時間で、オフにするかをタイマーで設定できると。で、湿度の設定っていうのが 30% から 90% の 5% 単位で湿度の設定をすることができると。ってことは、その狙ってる 50% だったら 50% を出すようにこいつが勝手に動くってことかな。で、UV 除菌機能っていうのは、
こっから出てくるミストの中に UV の除菌の機能があるわけじゃなくって、この、ね、例えば部屋の中の除菌をしていくんじゃなくって、この中でお水自体のなんていうの清潔度みたいなものを UV ライトで、清潔にしたものを一応出していくよっていう意味らしいですね。これあんまりそんなにしょっちゅう掃除しなくていいんですよ。まあ自分で選んでもいいんだけど、何週間かおきに掃除すればいいんですよ。さっきの2つの機種はある意味では、まあ、2日に1回か3日に1回は掃除した方がいいみたいなところがあるんだけど、こいつは何週間か掃除しなくていい。で、ヒーター機能っていうのはさっきの2つの機種で、片っぽは熱くなるやつ、片っぽはならないやつっていうのをこいつは選べる。ヒーターを入れるか入れないか、3段階の設定ができるって書いてあります。あとはまあまあこう、例えばお子さんがいて、お子さんがこいつ触っちゃうとか、ペットが踏んじゃうとか、そういう時のためのロックボタンっていうのがあって、スリープボタンっていうのは夜自分の部屋で真っ暗闇で寝たい時に、ここにさっきの、ね、数字が出るやつを消す、それがスリープボタンです。でもちろんタンクの水はこうやって、今水入ってるから重たいけど、こうやってで、汲みに行くこともできるし、夜間かお鍋でこうジャーって持ってきてもいいわけだしと、こいつ自体は今お水満タンに入ってるから、こいつ自体は今重たいです、はいはい。あとクエン酸を使用して、掃除するとか、あとアロマこれか。ここに何かのアロマの液体かなんかを入れて、ほいでこうしろってこと？通っとるんかこれ。まあまああれか、こっからお水に対して少しアロマがアプローチするってことか。こういうのは僕は使わないかな。さっき紹介した3つの商品は、こう湿度がパーセンテージの数字として如実にお知らせしてくれるわけじゃないけど、こいつは一応の目安として17畳の部屋をこうやるとかいう歌ってるんだけども、一応目安として今は 39% ですよみたいなパーセントが出るから、割と湿度計買わなくてもいいっていう話でもあるよねっていう。でもちろんこういうものを動かしている、もしくはまだ太陽の日差しがまだ部屋に入り込んでて、あっち方面はあったかい、こっちは寒いみたいな状況下には、ダイソンとかの扇風機を回して、ほいで部屋全体に、広い部屋でも同じような、うちみたいな 100LDK あるようなマンションでも、嘘ですよ、まあ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  3LDK、4LDK で隣の部屋にもあったかい感じと湿度を回せっていう、そのためには扇風機は冬でも必要です。あと冬っていうのはエアコンつけて、エアコンつければつけるほど部屋が乾燥していっちゃうわけだから、人間の鼻にもギターにもいいわけじゃないから、湿度は必要ですよねっていう。かといって夜お風呂入って、そのお風呂の水をためっぱなしにしておくと、今度お風呂がカビていくからね、まあまあまあ人間の生活というものはだんだんね、いろいろ大変にはなってくるんだけども、こういうことってそのね、あれのためにこれしなきゃとか、もう病気になるのが怖いっていうことじゃなくって、こう楽しむ知識を知って選んで楽しむ、それが人生には一番明るくなる方向性じゃないかと思います。ではまたね、バイバイ。